国際電気通信衛星機構はインテルサットの公共サービス義務の監督を担当する政府間機関である。国連総会決議1 7 2 1のすべての国が衛星通信にアクセスするべきであるという原則を現実化するための組織である。2013年6月現在、その加盟国は149カ国である。他国間条約。 国際電気通信衛星機関に関する協定に批准することでゾに加盟する。アメリカ合衆国や日本など11カ国の参加と140カ国以上の通信事業者が出資して1964年に発足した。当時は国際電気通信衛星機構の通称がインテルサットであり人工衛星を使った国際通信の世界均一サービスの実現という 営営利目的で運営された1999年10月に開催された会合で民営化が決定したが、アメリカ側が主張した競争条件がインテルサット側と意見が合わず、丸ごと民営化とはならなかった。政府間機関、国際電気通信衛星機構と株式会社インテルサットに分離することが決まり、政府間機関の監督のもとで資産を承継した。 新会社がサービスを提供することになった。ありがとうございます。